誰が殺した？恐ろしい侍です。奴は重則の試練一戦について教えろとわめいていました。答えを得られぬと知るや怒りに任せ切りつけたのです。答えとは何だ？見当もつきません。語りを聞かせろ。狙いを見定める。対馬に人の移り始むるほど異様な雷と大風島を襲いけり、雷の満ちたる土より稲妻の獣入れたり、獣さが荒ければ里にて暴れ破壊の限りを尽くす。早くて防ぐことをあたわず、かの稲妻の獣を果たしあたう者あらば重則のみぞとて、義人対馬第一の早業の武者を頼みけり。重則刀を持って余人に遅れを取らず、編み出したる秘剣を試練一戦と称す。人の眼にて見ることあたわざる技なり。重則は村の獣を釣り出して小松ヶ浜へ誘いたり、砂が捕らえる獣足獣二人と渡り合い、稲妻に砂は灰となり木は炭となる。心とばかり重則は試練一戦なねぎりで最後の獣が発るほど雨雲を去りて空は晴れ、対馬は子供なかりけり。その後重則隠れすぎて出会う者もまれなり、類いなき勇と腕とを示しし者のみに試練一戦の奥義を伝う。大風来たる時刀を重則の庵に捧ぐ。ありどころを知る弟子のまた獣シーゾケンとの思いなればなり。犯人の狙いは重則の技の会得、そやつに渡すわけにはいかぬ。どっちへ行った？女が橋の方へ逃げると、そやつも始末をつけさせねば。試合場に違いない。遅かった。古賀は何をしておった？足跡だ。新しい。古賀康平、槍川の狼藉者め。昔のままだな。槍川が焼かれた様をお前は知らぬであろう。この15年もの間、わしは志村を斬り殺すためだけに生きてきた。叔父上に会うことはかなわぬぞ。あのじじいから死に際に試練一戦を授かったぞ。その身で受けろ。から何も学んでおらぬようだな。おい、随分とのろまだな。
それは違う。この場で見極めておる。志村から何も学んでおらぬようだな。早い。おい、随分とのろまだな。それは違う。この場で見極めておる。志村から何も学んでおらぬようだな。早い。志村から何も学んでおらぬようだな。早い。志村から何も学んでおらぬようだな。それは違う。この場で見極めておる。志村から何も学んでおらぬようだな。随分とのろまだな。それは違う。志村から何も学んでおらぬようだな。志村から何も学んでおらぬようだな。志村から何も学んでおらぬようだな。随分とのろまだな。それは違う。この場で見極めておる。技のみでは俺には勝てぬ。かような最後があろうか。対馬を守るためにのみ試練一戦を使うとお主に誓おう。